クワズイモは、サトイモかクワズイモ族の常緑性多年草である。大きなものは傘にして、人間も入れるほどの葉を持つ。大きな葉を持つ、観葉植物としても馴染まれ、その方面では、学名のカナイオミで、アロカシアとも言われる。サトイモのような海上ではなく、棒状に伸びる根茎があり、時に分子しながら、地表を少し這い、先端はやや立ち上がる。 先端部から数枚の葉をつける。大きさにはかなりの個体差があって、草丈が人の膝ほどのものから背丈を越えるものまでいろいろ葉は長さが6 0トルにもなり、全体に楕円型で波状の巨子がある。基部は心形に深く切れ込むが、傭兵はわずかに縦状につく。傭兵は6 0トルから1ルを超え、緑色で先端へ細くなる。 花は葉の陰に初夏から夏に出る。仏縁法は、基部は筒状で、緑、先端は楕円型で、それよりやや大きく、楕円型でやや内に抱える形で立ち、緑から白を帯びる。下水は、頭部から出て、黄色味を帯びた白。果実が熟すと、仏縁法は脱落し、果実が目立つようになる。中国南部、台湾から、インド市が、インドなどの熱帯。 亜熱帯地域に日本では四国南部から九州南部を経て琉球列島に分布する。長崎県五島市の八幡神社の桑ワもは指定天然記念物にもなっている。一方、沖縄県や鹿児島県の奄美群島では道路の側、家の庭先、池垣などあちこちで普通に自生しているのが見られる。低地の森林では臨床を埋めることもある。日本では やや小型のシマクワズイモジーダンが、琉球列島と小笠原諸島に、より大型のヤエヤマクワズイモが、イリオモテ島に産する。しかし、よく見かけるのはむしろ観葉植物として栽培される、国外産の種であろう。それらは往々にして、アローカシアと呼ばれる。インドが、原産地のインドクワズイモ、緑の葉と白い葉脈のコントラストが美しい、アロカシアアマゾニカ。 ビロードの光沢を持つアロカシアグリーンベルベットなどがよく知られる。クワズイモの名はクワズイモで見た目は里芋に似ているが食べられないのでそう呼ばれている。周酸カルシウムは皮膚の粘膜に対して刺激があり食べるのはもちろん切り口から出る汁にも手で触れないようにした方がいい。日本では外見が似ている里芋やハスイモの茎と間違えてクワズイモの茎を 五食死中毒する事故がしばしば発生している。東京都福祉保健局の分類では、クワズイモは独創に分類されている。ただし、中国では、腹痛やセキリヘルニア、外的には農用、蛇毒や中止症の治療薬として、ベトナムでは風邪の治療薬としても利用される。工房大師と石芋と呼ばれる食べられない芋に関する伝説が、 全国各地に伝えられている。伝説の内容は、ほぼ同じで、工房大師がその地を訪れた際、ある村人が里芋を焼いているのを見て、食べさせてくれるように頼んだが、村人はこれは食えない芋だと断った。大師が去った後に、村人がその芋を食べようとすると、石のように固く全然食べられないものに変わっていた、という話である。この伝説における、石芋の多くは、 半野生化したえぐみの強い里芋の品種と見るのが妥当であると考えられているが、高知県や愛媛県に伝わる同様の伝説における石芋は食わず芋のことであるという説もある。ありがとうございます。